願いします。どうも頑張っていきましょう今日も珍しいねそんな入り関西の漫才師のなんかね入りですよ。ねえ、まあ頑張っていかなくちゃいけないんですけど、いや最近ね、あの本当ね、いろんな職業の人がね、うん、いますけども、それいっぱいいるでしょうね、え、うん、僕ちょっとやっぱりね、うん、あの職人さんってのに憧れるんですけど、ね、職人さんってそれは難しいよ、いろんな職人があるちょっと、ね、例えばじゃあどういう職人に憧れてるんですか。僕はやっぱりね料理が好きなんでね、板前さんに憧れ、うん、板前なんてあんなもんもう何十年もやってようやく1年前になれるかなれないかって世界よ。そうですけどね、うん、ちょっとやってみようか。やってお願いします、うんうん、はい、ガラガラガラやってる。お前が板前じゃねえのかみたいなみたいな漫才、漫才ね、漫才ってやったことないっすね。やったことないね。一回、過去に一回だけ本当に M1 ラストイヤー、俺らで言うとこの、だから7年前ぐらいじゃないですかね。M1 に出ようっつってね、うん。で、マネージャーに M1 出たいからエントリーしといてよっつってね。うん、たら、その当時のマネージャー、あれ、本気だったんですかっつって、ね。もう一回戦終わってたんだよね。そうそうそう。その時はマジで作ろうと思ったんだけど、うん、なかったですね。漫才、ね。作らなかった。漫才。うん。漫才。財漫。財漫やってみたいね。財漫？財漫やっても、俺らがやるとコントになると思う、うん。なっちゃうけどさ。うん。でもさ、営業なんかで話とかするわけじゃん。そうそう、あれ漫才でしょ。あれ漫才でしょ。言ったら。いや、コントだって漫才でしょ。質によっては。まあまあ、二人でずっと立ち話のやつあるしね、俺ら。そう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 。そういうことなのかな。あれが漫才じゃないの？そうだね。わかんない。別に今もう結構、何がこうでっていう定義ないもんね。そう。多分、うん、コントだって、コントってジャンルの中にありとあらゆるもん入ってるしね。そう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 。ね。うん、で漫才も、漫才コントとかね。そう。うん。だからコントをや、漫才、ただ喋ってるっていうスタイルがいいのかな。それだったら漫才になるのかな。マイク立ってて二人出てくれば漫才でしょ。だったら俺らもで、漫才としてやれるやつもあるかもしれない。そうそうそう。漫才です、今からやるのはって言ってからやればもう漫才でしょ。だね。うん。で、ちょっと面白いこと言えば。うん、これ漫才なんじゃないの。ちょっと変なこと言って。ちょっと変なこと言って、おい、うん、とか言えば。なるほどね。うん。じゃあ今度、やらないかな。まあ、機会があったら、やらないだろうな。漫才ね。やる機会がないからね。やる機会がね。うん。